口寄せとは、霊を自分に降霊させて、霊の代わりにその意思などを語ることができるとされる術。または、それを行う人のことである。霊、精霊、神仏などの霊体を、自らの体に乗り移らせて、その言葉を語らせる、降霊術の一種とされ、霊能者や巫女が行うことが多い。青森県のイタコが有名であるが、特定の地域だけでなく、全国的に存在し、 地方によって、あがた、有りまさ、いたこ、インジコ、だいきゅう、おかみん、神様、ザカシ、かし、ささはたき、しなのふ、たたきみこ、みこ、もうおんなぞう、もとと呼ばれる。口寄せにもいくつか種類があり、心霊にうかがいを立てるものが、神口、死者の言葉を伝えるものが、フッツぐという。また、生きているものや、 葬儀の終わっていない死者の例に対しての口寄せを、幾口、葬儀が終わった死者に対しての口寄せを死に口という。大抵は得意先が存在し、ある特定のコミュニティにのみ依頼されている。そのため、普通は、アルキミコと呼ばれるように、決まった住居を持たず放浪していたが、越後の万日と呼ばれる口寄せが、被災地、戦場後に居住死者の供養をしているように、定住する者もいる。 通常、あずさ子などは太鼓を叩き、弓を鳴らして、恒例を行うが、港区間ぐすによれば、関西にいた品のみ子は、外乗り箱と呼ばれる猿の頭蓋骨を入れた箱に、寄りかかり、恒例を行ったという。山本喫相によれば、かつて万子と呼ばれた、溶接した子供の口寄せをする符が、子を亡くした親の物語を伝えながら、各地を放浪したため、蘇我物語に登場する。 ソ我兄弟の母を代表とする各種の物語に、万光という名の悲劇の母がついたという、身寄りのない子供の養育も言ったとされる。明治10年には、キツ,ネツキを落とすような祈祷をしたり、玉裏や口寄せを行としている者が庶民を減惑している。以降、こうした行為を一切禁止する。厳重に取り締まるべしといった占い禁止令が各府県に通達された。 アズマ鏡の13世紀中頃の記述として、県庁4年に1月12日以上、押坂部省庁県の霊が13歳の少女に、承諾せしむ。上級年中の胸の語りことと伝えられる。普段の女には、にわかに、狂気ありと冷静に記されている。サルバトル、ローザ、エンドルの口寄せの家で、サウルに現れるサムエルの霊1668年ルーブル美術館。 イスラエル王国の初代国王サウルは、ペリシテ軍がシュネム二陣を取った際、恐れて主に伺いを立てるが答えを得られず、自ら立ち滅ぼしたはずの口寄せに頼った。すると、亡きシシサムエルが現れるが、主は、イスラエルの軍勢をペリシテ人の手に渡されると、言い渡される。ありがとうございます。